皆さんこんにちは。日本クラウンの北川大輔です。今年はデビュー21年目という20周年が終わって新しいスタートを切った、そんな1年なんですが、今回この21年目のスタートにふさわしい五木ひろしさんにプロデュースということで、作曲していただいた幸せの隠れ場所、そしてカップリングが東京三日月クラブ人生ララバイ、この3曲が北川大輔の勝負曲です。昨年の8月でした。五木ひろしさんにプライベートでゴルフに誘っていただいて、その帰りに、大輔、なんか俺ができることがあったりしてやるぞなんて優しい言葉をかけていただき、甘えた形でなんか売れる曲が欲しいんですよねなんて、独り言を喋ったところ、五木さんがじゃあ俺書いてやるよという、男気のある優しい言葉で今回の作品の制作が始まりました。事務所もレコード会社もそれに賛同してくださり、すべて周りの皆さんの協力を得て、五木ひろしさんプロデュースで今回新曲が発売になりました。タイトルが幸せの隠れ場所、作詞が荒木豊久先生、そして作曲が五木ひろしさん、ムード歌謡のとっても覚えやすく、そして気持ちがいいメロディーの作品です。幸せは君と一緒に掴むんだ、しかも辛いこと悲しいことをみんな星に投げて、そして星になるから、そして君と二人で幸せを掴みたいんだ、優しさを語る、そんな男らしい優しさのあるムード歌謡なんですね。歌って気持ちがいいです。サビの部分は大きく張るところがあり、作り方としては AABBB だしみたいな感じで、結構セオリー通りの綺麗な組み立ての仕方なので、覚えやすく、しかもメロディーも、心地がいい、歌いなじみのいい五木ひろしさんならではの、歌手五木ひろしさんならではの、ご自身が歌って気持ちがいいような、そんなメロディーを作ってくださったと思っています。ぜひこの曲を北川大輔頑張っています。皆さん愛しおかにして歌っていただきたく思います。北川大輔の新曲幸せの隠れ場所でした。応援よろしくお願いします。